こんにちは、ゆうぴーファミリーです。今回は森の空庭にファミリー10人で来ました。毎年2回誕生日会をしていますが、今回は夏組家族の誕生会です。子供たちは早くもハイテンションです。ウェルカムキャンディーは大人気です。アクティビティも多いので、いつもチェックアウトまで時間が足りなくなります。大人もワクワクしちゃいますね。野口文庫は癒しの空間。疲れたお父さんお母さんはここで一休み。暖炉の音を聞きながらソファーでゆっくりと。コーヒーメーカーもあります。待ちきれない子供たちは早くも地下の遊ぼうやで遊び出しました。もう私たちの声は聞こえていません。今回は夫の退職祝いも兼ねました。可愛い孫たちからお祝いのメッセージも届きました。似顔絵がそっくりです。そろそろ夕食の時間になりました。2階の争い屋でビュッフェです。秋らしいハロウィンの飾り付けに子供たちも大喜びです。我が家は年に2回誕生会をしています。今回の夏組誕生会は男の子2人です。さあ、食事会場がオープンしました。ファミリー向けのお宿なので食事会場も広く飽きさせない作りになっています。やっぱり子供たちといただく食事は最高ですね。これから先何回全員で誕生会をできるか分かりませんが、この時間を大切にしたいです。小学生になると学校行事も多くなるし、友達関係も増えてきますから、だんだん寂しくなりますね。セレモニーの始まりです。今年はどんなことが起きるかな。会場の皆さんからおめでとうをたくさんいただきました。感激です。なった子が注目を浴びすぎて恥ずかしくなっちゃいました。成長ですね。去年は上の子が恥ずかしがっていました。過去動画もあるので見てください。子供を近くで見ながらゆっくり食事ができるのでとても助かります。一遊びした後はみんなでデザートです。家族の笑顔が見れて幸せです。
か、あれさ。いいな。白？さあ、去年だね。食事の後はみんなでプール。幼稚園児は水も怖がりません。貸し切り状態で誰もいません。こんな贅沢をしていいのでしょうか。サウナも家族でゆっくり入りました。今夜はここまで。また明日いっぱい遊びましょう。翌日も快晴です。朝食を食べてからどこに出かけましょうか。空にはハンバーガーも最高でした。一遊びしてチェックアウト後に向かったのは支笏湖です。壮大ですね。こんなに多くの人がキャンプしているのに驚きました。先週の大雨で水が濁っていますが、透明度は日本第3位です。水は冷たいですが子供たちは大喜びです。初めての支笏湖でしたが、次第に水の中へ、親も濡れまいと必死で大笑いでした。次に向かったのは白老町です。インパクトのあるクマさんが有名な網元感動市場カニ御殿で休憩です。今日の最終目的地は那智の森です。スキンケアメーカーさんの工場があり、体験学習施設と大きな公園があります。中学校跡をリノベーションしたミュージアムです。香りラボや蒸留カフェなどがあります。野外には子どもたちが思いっきり遊べる遊具が充実したひららっこ広場があります。くったら湖の水を引いた噴水は子どもたちの楽園です。水圧が最強です。いかがでしたか。 UP ファミリーの夏組誕生会でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。